はい、皆さん、こんにちは。アメリカ5階です。今日はですね、東洋経済オンラインの記事なんですけども、こういう題名です。中国全人代が開幕。GDP 倍増は実現できるか。ということなんですけども、この記事、ざーっとまあ読みましたけども、今日のこの動画は中国の話ではありません。この中国のこの GDP 倍増が、できるのかどうかとか、そういうふうな中国の話ではありません。内容の話でもないです。この内容の批判の話でもないです。じゃあ何か、この題名です。GDP 倍増が実現できるかというところです。ここ近年、特に21世紀に入って、この記事は中国についての GDP の倍増は実現できるかと言っています。では、21世紀に入って、日本の GDP 倍増は実現できるかという記事を皆さんご覧になったことありますか？私は一回もないですね。少なくともそういった倍増、GDP 倍増なんて話が、どうすれば倍増できるかなんて話は、生まれてこの方ほとんど聞いたことないですね。似たような話がありました。田中角栄さんが所得倍増計画というのをこう言いましたね。日本列島改造論ですか。あれをぶちまけて、で、所得倍増計画やるよ、というふうなことを、田中角栄さんは言いました。それ以降言った人っていますか？政治家でも、あるいはその政治家じゃなくても、ある経済学者だろうが、経済ジャーナリストだろうが、そういった GDP 倍増という話したという記事を皆さん読んだことありますか？私はないです。じゃあなんでここ唐突というわけじゃないけど、なんでこれ中国に関してはその GDP 倍増は実現できるかって記事がなってるんでしょうね。もういい加減、中国が経済成長しようが失墜しようがあんま関係ないですよね。今の日本はあんまり関係ない。やはり日本自身がしっかりしなきゃいけないです。だから日本の GDP についてしっかりと我々が考えなきゃいけないです。ここでも GDP という言葉が出てきました。それだけ GDP というその指標っていうのはとても意義のある重要なものなんです。GDP の数字というのは絶対に軽視してはできない、いけないものなんです。だから皆さん、この記事に書いた人もそれを十分理解してそれで書いたでしょう。同じです。日本についても GDP という数字はとても大きいです。とてつもなく重い。なんでね、少なくとも今年中に、どの報道機関でも、どんな報道機関でも、どんな雑誌でも、どんな記事でもいいです。日本の GDP をどう倍増できるかという記事を書いてください。私は動画で何百回も言っています。私の意見は、現在ならば消費税減税、それで財政出動、同時にやる。そうすると、年、4% から 5% になるか、年 5% の成長であれば、20年で倍増になります。20年で倍になります。なんで私は言いましたからね。だから今後ね、そういった経済ジャーナリストの人とか、官僚でもいい、政治家だったら一番いい。どうやったら、日本の GDP を倍増できるか、提案してみてください。それで私の意見と照らし合わせてください。なんかね、こういう風な GDP 倍増とかって話、やっぱり重要なんでね、ぜひ、日本についての GDP の倍増という記事、どこかの、出版会社、書いてください。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。